ボンドルド卿にドン引きする愛好家たちの反応集。うわ、出た。来ないで。メイドインアビスのやべえやつ。倫理観ゆるキャラ。親子丼を最初に親子丼と呼びそう。無敵の人。年中父の日。毒親レベル100。発想100点道徳0点。トロッコ問題の擬人化。手取り足取りかっこ直球。パパ坊。人畜有害。黎明と七地。中年のアビス。アンパンマンの大義語。愛と勇気も友達の男。今まで食べたパンの数を覚えている男。ひよこクラブ定期購読してそう。クレイジーサイコパス。みんなに人気のダークヒーロー。暗黒獅子三昧。娘を箱入り娘にした男。奈落に怪物がいるとするなら、おそらくああいうのを言うんだ。イカレゲドウ。ゲスゲドウ。筋金入りのろくでなし。ゲドウ星人。レスバ最強の男。ボンちゃん。おやおやの身の全身ろくでなし人間。ちゃんとしたゲドウ。アビスの祝福を受けずに畜生と化した男。人類悪にして人類愛。アビケブロンに似た何か。植民地支配とかは決してしない方のレジライ。レジライオルタ。愛を知った鎮急。聖杯の泥。人権すり抜けバグ。しまっちゃうお父さん。一人あるタイプ。歩くダークソウル。ブラッドボーンの擬人化。五層のやべえやつ。母教が深淵を見つめるとき、深淵もまた母教から目をそらすだろう。地雷原でタップダンスをする男。真っ先に自分と他人の命をかける男。子供の愛を背に戦う男。子供の愛で強くなるパパ。子供たちと未来を切り開く男。娘の思いを背に乗せてアビスの異物と戦う男。愛の物理化に成功した男。愛のためなら全てを犠牲にできる男。愛を与えて命を奪う男。ために愛すやつ。褒めてタイプ。褒めて詰めるタイプ。命を粗末にしない男。家畜に名前をつけると別れが辛くなるってやつの逆をやってる。AV のインタビューみたいな気持ちで子供の名前や夢を覚えてるでしょ。二度と愛を口にするな。器でかすぎで奈落になってる。例の校長を全否定しそう。戦いに敗れ主人公たちに思いを託す男。汚いウィル・アントニオ・ツェペリ。吐き気を催す邪悪。漆黒の意志の体現者。いともたやすく行われるえげつない行為。グリーンデイを素で発言しそう。真っ先に家教員の魂かけそう。ボンちゃんパパ。ファッキングパパ。ワクワクさんオルタ。テレビからメイドインアビスを追放した男。映画を15禁にした男。セロシーの擬人化。セロクレイジー。全国の小中学生にチケットを払い戻させた男。汚い煉獄さん。善人であり悪人でもある混沌の体現者。都市型隊隊長。一人称がウィーの男。母教？ボンカレー教。ボンボヤージュ教。ボン踊り教。ボンバイエ教。ボルボックス教。ボボ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 ボ教。視聴者に上昇負荷をしつけてくるな。視聴者に負荷をかけていくスタイル。五等分の花嫁。おぎママと子供の教育について語り合ってほしい。ぬえの先生にボコボコにされそう。コロ先生ぶち切れそう。特級呪物。教育者として完璧。倫理観以外完璧な大人。アビスが人でなし判定するレベル。アビスから赤バンされた男。深淵から目をそらされた男。憧れは止まらないけどお前は止まれ。オルガは止まるなお前は止まれ。悪用はオミットされて教科書に載ってそう。後に歴史書なんかで語られたら間違いない偉人として扱われる。どの視点見ても感情移入できない男。母教は幼児虐待とか許せなさそう。児童虐待とかには混じ切れしそう。子供に虐待はしないけど子供で実験はする男。悪役然とした母教は解釈違いとか言われたから実はいい人なのかなって思ってたけど。
本編読んでみたら普通に生かしておいたらいけない邪悪だった。倫理観がないだけで悪人ではないぞ。善人か悪人かで言うとぶっちぎりの悪人。善悪の基準がまるっきり違う世界の善人って感じ。善悪で悪を選んでる悪人ではないというか。多分嘘ついたりとかしなさそう。嘘は言わなそうだけど隠し事はたくさんする。倫理観は普通にあった上でそれらを守る人道は持ち合わせていない。自分の研究成果がなくなることより弟子の安全を心配してる人。確かな実績は残してるから立ちが悪い。害が弱いだけで害は普通にあるから。社内的な功績云々は置いといて他人にめちゃくちゃな害を及ぼしてもいるから悪人だと思う。真面目に考えると消耗品に名前つけて本気で愛せる精神性だから善性の塊ではある。ためらいなく使い潰せるのがヤバいのはそう。あえて言うなら農家に近いメンタルなんだろうか。所属としては善でしょ。世のため人のために犠牲を厭わないだけで。騙してるっぽいシーンも聞かれなかったから答えなかっただけだし。劇中唯一焦ったシーンが七血が死にそうになった時だけ。当人は悪だと思ってないがやってることが悪人そのものなんだよね。倫理観を度外視してアビスに挑むことを善とするなら善。一般論なら指名手配されてる時点で悪人じゃないは無理があるよ。悪役だしろくでもないけど心惹かれてしまう要素も多い。この人の部下に喜んでなるタンク付けが結構いるのがさらにヤバいと思う。ぶっ飛ばされた時すっきりしたからこいつは悪役だと思う。人間の精神してないだけで慈悲深いのは間違いない。嘘偽りなく愛してるけども、愛したからといって実験や消耗品の対象外にするわけじゃないって価値観なだけだよね。そもそも自分の体の扱いすら実験に使って破損しても気にしないんだから、愛情与える対象もそれに準ずるよ。悪意はないどころか善意で全部やっている。地上のスラムでの垂れ死にさせるよりアビスで実験台になって人類貢献できる方が良いよね。って、もちろん私自身は実験材料にしましたよって前例が強すぎる。育ててきた子供多分全員に愛情を注いでるのは本当だし、七千が心底可愛いのも本当だし、リコたちの旅立ちを祝福してるのも本当なんだろうとわかるのが嫌でありずき。プルシカへの愛は奈落の解明に必要だから本気で愛を注いでたけど、必要なのが恨みや憎しみだったら虐待してたってのがボンドルドという生き物。七千もなんだかんだ尊敬してるのが母教の人徳だ。カードリッチになりたい夢女子を量産したと聞いてる。でも娘にめっちゃ懐かれてるし。でもめっちゃ人類貢献してくれるし。は？この人いないと多分人類つむいの人類の味方だが。マクロ視点で見ると善人、ミクロ視点で見るとクソゲドウ。マシュマロにてリクエストありがとうございます。